おはようございます。怒涛のゴールデンウィークが終わりました。私はもう昔からみんなのお休みの日は仕事をするっていう職業だったので、そんなにゴールデンウィークにお仕事をしてるストレスはなかったんですけれども、初めてのことが多かったので汗汗しながら毎日やってました。ミキが手伝いに来てくれたのですごく助かりつつ、やっぱりお友達が来ると盛り上がっちゃって、普段こうパパッとできてることとかもおざなりにしておしゃべりに夢中になったりするから、なんかこう助かってるような片付かないような、そういう感じですよね。で、今日はちょっとこの棚を片付けたりして、本当に自分に必要かどうかを考えながら今片付けてました。この大豆はスープ機のポタージュ機メーカーに入れて、母がいる頃はよく使ってたんですが、考えたら最近使ってなくて、古くなった乾物とかをちょっと一回リセットしようかなと思ったりして、この棚を拭こうと思ってました。こういう例えば剣山とかも本当に使うのかなとか、でも捨てるのはもったいないなみたいなのってキッチンにいっぱいありますよね。でどこにしまっておけばいいのかなとかありますよね。時々リセットしないと。これもバルサミコ酢、これほんと多分30年ぐらい開けてないんですよね。すぐ使えばいいんだけど、なんかここのところが開けにくいっていうだけで開けるのを躊躇して30年経ってしまいました。モッツァレラチーズを作ろう。モッツァレラチーズを1回だけ自分で作ったことがあって、あーいいなと思ってこれを取っといたんですけど、二度と作っていません。あーなんかね、時々こういうふうにしないといつまでも片付かないですよね。ということで、このね、髪の毛がすっごいちゃんと跳ねてますよ。私今日ね、皆さんのこの動画を撮るために髪を巻いてないんですけど、すっごく良くないですか？最近シャンプーを変えてすごい調子がいいので気に入ってて、インスタライブでも話したんですけども、もう毎日快適で、こういうなんか普通の時ほど髪を巻くのってなんか無駄な時間じゃないけど、普通の時ほど髪がバサバサになって余計疲れて見えるじゃないですか。だけどこれは朝起きるとこういうふうに、もう多分なんか水分量なのかな、赤ちゃんってもともとクリンって巻いてたりするじゃないですか。でだんだん大人になるとバサバサになってきて、なんかこう赤ちゃんの時の水分量に髪が戻るのかなと思ったりして、もうほんとなんか毎日それが今は嬉しくって、今日は美容院に行こうかなとも思ってるんですけども、やっぱり毎週テレビに出るようになって前よりはちゃんと美容院に行こうと思っていますが、このシャンプーすっごいいいので、泥シャンプーなんですけど泡が立たないので、泡が立たないからすごい最初心配になって、大丈夫なのかなとかで、こう翌日になったらちょっとすごいしっとりして、あーベトベトになっちゃうのかなって、私髪が細くて腰がないからちょっと油つけるとすぐベトベトになっちゃうんですけど、ベトベトにはならないんですよ。本当に調子が良くてふわっとして、この後ろのここのここもパキって、前はパキってここが割れてたんですけど、この割れもなくなってきて、本当に調子がいいのに皆さんに
お教えしないのはなんだなと思って概要欄に貼っておきますので見てみてください。じゃあ私のここ1週間ショップチャンネルが終わった後からの1週間をご覧ください。ショップチャンネルが終わった後、東京にいることもそんなにしょっちゅうではないので、新しいショップの下見に行きました。参宮橋という明治神宮に行くときに使う小田急線の駅、そこに新しいショップを作っています。ここはトロールビーズを中心としてアンバーのアクセサリーや私がセレクトした紅茶、のいろいろな種類の紅茶などジャム石鹸それからちょっとしたインテリア小物また新しくブレンドしたコーヒー豆そんなものを集めた小さなセレクトショップです。ショップチャンネルでご覧いただいたカーディガンそれから丸首のシャツを着ていますがその後向かったのはそのコーヒー豆をブレンドするためにテイスティングをしに原宿に来ました。ダブルトールカフェというもう25年以上続いているコーヒー屋さんのコーヒー豆それはこのキッチンカーでもご提供するブレンドなんですが原宿で25年以上続いているダブルトールカフェはこのコーヒーのアートに描かれるこのミルクのフォームのとても細かい泡を描き出すための機械がございますね。それを世界特許でお持ちという本当に老舗のコーヒー屋さんなんです。こちらでジラゴンのブレンドという私たち独自のブレンド豆を作っていただくことになりました。すごく美味しいコーヒー豆で私大好きなんですけれども自家焙煎で今焙煎していただいています。それから東京を惜しむように英国大使館の前をお散歩した翌日とてもいいお天気の中気持ちのいいお散歩をして東京を後にして私はまた山梨県に戻ることになりました。この一番町のあたりも大好きなんですよね。そしてこれは山梨県の UTY の放送の中で私がロケに行かせていただいた箱根なんです。箱根で初めてこの海賊船という名の新しい船に乗りました。すっごく内装が綺麗で豪華客船のようでちょっとイメージと違って本当に素晴らしい小さな旅になりました。ぜひ箱根に行ったら皆さんもこの海賊船にそして特別室に入れる切符を買って乗ってみてください。それから山のホテルに行きました。今ツツジが満開でこれも本当に素晴らしかったです。もし箱根に行く機会がありましたらこの時期にで、これはね、初めてご覧になる方が多いと思いますが、ニコライ・バーグマンがガーデンズという彼独自の世界観を表現したお庭というか、散歩道っていうんですかね、山の中の自然を堪能しながら、ニコライ・バーグマンの世界観を体感できる、このようなガーデンズというのを4月の末あたりですか、オープンしたんです。まだ知ってる方は少ないと思います。とても素晴らしい箱根の自然の中にオープンしたデンマークスタイルのお食事やデザートがいただけるガーデンズです。そして山梨ではパン屋さんも頑張りました。でも最後にちょっとだけ。パン屋さんの格好のまま来ちゃって。行ってらっしゃい。
楽しかったということで、私の怒涛の1週間でした。今からここの隅をブリーチします。ブリーチ大好きなんですよね。やたらこの大きいのでやります。じゃあこの髪の毛のことは概要欄をご覧ください。また来週から頑張りたいと思います。皆さんもいいこの梅雨に向けた日々を送ってください。 Everyone, don't hesitate.